ちょっと宗教について印象操作が激しいので、それをご名返上したくて。ちげえよ。なんか今日やたら高圧的なやつ多いな。原罪っていうものがあって、生まれながらに罪がある人がいるんですよ。お母さんも霊感があって、飯をおごるんで食べ行きましょう。俺地牛なの。これは地牛でしょ、どう考えて。でもマスクつければイケメンじゃない。頭おかしい人しかいねえや今日。もしもし、ああ、はじめまして。あ、久しぶりですね。誰？いや、の祝福2世ですね。元会員ですね。Pulse los botones siguiendo las instrucciones de la pantalla de operación。なんか後ろうるさいけど、それ何？証明写真の中です。あ、今外なの？はい。ああ、で今日どうしたの？ちょっと宗教について印象操作が激しいので、それをご名返上したくて。ああ、あのやばいみたいなやつ。はい。あ、やばいんじゃないの、あれ。やばくないですね。うん、なんなの。まあ、がされて、多額の献金を要求されて、家庭がぐちゃぐちゃになったって言われたじゃないですか。あったね、そういう話もね。でもとあるメディアでは1億円払った後に5000万円返金対応してるんですよね。残りの5000万はどうなったの。でもだからそこはちょっとわかんないです。だって1億円の儲けが出たわけでしょ。でも5000万返金しましたって。でもプラス5000万じゃん。どこに寄付してるかわかんない。世界平和のために寄付してるっていう可能性もあるじゃないですか。世界平和のために寄付するなら別にでなくてよくね。なんで世界に寄付するイコール世界平和なの。なんか平和になるために何かしてくれてんの。はい。何してんの。あの教祖がアフリカの学校を建てました。でもそれ多分じゃなくてもやってると思うんだよ、そういうことって。で例えば赤い羽募金とかあるじゃないですか、それってなんか中国に流れてるんですよ。まあ知らんけど。はい。あと、前回の YouTube のアイカービでがなんかコーヒーは禁止みたいなことが書いてあったじゃないですか。いやそうなんだけど、ちょっと覚えてないけど、コーヒーは全然 OK なんですよね。そのがコーヒー OK か OK じゃないかを修正しに来たの、わざわざ。いや他にもあって、宗教に論理性はなくて科学にも倫理性はないんですよね。ちょっとね、言ってる意味がよくわかんないんですよ。あの会がやばいっていうメディアの印象操作を今日覆しに来たんですよね。はい。コーヒーの話してもそんな覆らないじゃないですか。あ、結局そうですね。何なんていう。やばかったですね。やばかったんかい結局。でも10万以上の現金は家族が承諾しないとできなくなりました。全員が承諾しないとダメなんだ。だから個人じゃもう、はい、献金ができなくなった。だから寄付みたいなのができなくなったってことね。はい。ああ、まあそういうルールがなんかできるようになったんや。はい。あと補足で、祝福結婚って前言ったの覚えてますか。ああ、信者同士でしか結婚できなくて、で結婚するときに信者が集まるやつね。でそれって既婚者でもで、もう一度式を挙げられるんですよ。既婚者でも結婚式を挙げられる。祝福結婚を受けられます。それ同じ人ってこと。同じ人です。それは別にじゃなくてもできるんじゃないの。できるんですけど、原罪っていうものがあって、生まれながらに罪がある人がいるんですよ。誰。それがサタンの子って言われてるんですよね。いわゆる悪魔の子って言われてる。生まれた瞬間から罪を持っとる人。はい。それどうやってわかんの。はい、それは見ないとわかんないですね。じゃあわからんやん。でも見たことがあるっていう人は現にいる。お母さんも霊感があって。アキト君ね、その話をしてるのがだいぶまずいんですよ。そんな話普通の人だったら、この人何言ってんの、おかしい人なのかなって思っちゃう。でそれを多分アキト君は分からんわけ。天才は理解してもらえないですもんね。いや言ってる意味分かるよ。だからキリストでもそういう話あるからね、サタンって。あ、そうなんですか。うん。ちなみにキリスト教って信仰宗教らしいですよ。今度よかったら、食事でも行きませんか。なんで。じゃあもうちょっとコルクワさんと仲良くなりたいなと思ってて。じゃあ顔出してよ。あ、いいっすよ。な、勧誘してくれんの俺を。にボスに会わせてよ。てかボスって誰。ハンチャーハン。ハンチャーハンじゃないです。
ていうのが今高いし、今霊界って言って韓国人の世界代表、韓国の人なんだ。はい、日本支部で大あのボスみたいな、なの代表みたいな、日本支部、田中隊長ですかね。田中隊長ディスコードの名前かよ。そいつゲームやってるだろ。なんかゲームっすか、アモンガスとかやってんじゃねえの。まあ いや、その田中隊長っていうのが日本のボスなんだ。ボスっていう言い方はちょっと語弊があると思う。ああまあまあまあ、そのなんか代表みたいな人ね、とりあえず隊長だから。はい、それ あって俺の YouTube に出てて言ってよ。まだ田中隊長じゃなくて田中会長じゃないの。田中会長です。うんだよね。うん、てかなんで家にいないの今。特定されるのが怖くて。誰が特定するのお前の家。確かに俺の個人情報価値ないですよ。いやてかどういうこと特定されるって。だってビデオなんかつけなきゃ特定されんやろでもさっきビデオつけさせましたよね。ああまあまあそうだけど、何してる秋田くん。見えないんですけど、神隠しなんだこれ。どんな感じですか。鈴の音と同時にいなくなったけど、神隠しに会いました、これ。コメント欄、今どんな感じですか。今ね、熊よけかってきてます。あ、鈴の音が鳴ったから、熊よけでもしてんのかってことです。あー、駅の音じゃないですか。あー、まあ、アキト君、とりあえず、がやばくないっていう主張だと思ったをしたいっていう話だったと思うんですけど、はい。変わらないです、今のところ。ですよね。はい。いい意味でやばいと思ってます、それは。ああ、本当ですか。え、じゃあ、これからも、の会員でいらっしゃる。はい。ああ、本当ですか。え、毎月、いくら献金してるんですか。したりしなかったりしてます。ああ、してるときはいくら。前も言った通り、10万しました。月に、その10万あれば。月じゃないです。月じゃないです。トータル10万。トータル。でも、その10万、戻ってきてほしいと思わない。え、でも、それが誰かのためになってるんだったら、よくないですか。なってんの本当に。権限してなってますよ。なんでわかんの。なんかメディアで、メディアで確か韓国に流れてた。平和を愛する世界人としてっていう本があるんですよ。その本の制作品みたいな感じ。ちげえよ。なんか今日やたら高圧的なやつ多いな。俺のことバカだの。ツイキャスだからっすよ。いやいやいや知らねえ。うん、まあまあわかりました。早くないですか俺の時だけ。いやだってもう話ないでしょ。結構待ちましたよ。ああマーヨさんね、それは申し訳ないけど、でもなんか話もなさそうやん。寒かったっすよ。ああそれ申し訳ない。なんかあるんですか他に話が。コロコロさん飯をおごるんで食べ行きましょう。どこどこに。サイゼリア。サイゼか。どこがいいですか逆に。まあ上場園の方がいいかな。サイゼやったら回転寿司。ああ寿司行く。はい行きましょう。うーん、じゃあ田中会長も連れてきてよ寿司に。そしたら行くわ。じゃあ俺が金で釣りますわ。あとで一番可愛い子を連れてきて下心見え見えじゃないですか。当たり前だろそうなの。男は誰だってそれ持ってんだよ。まあ、人間には性欲があるっていう。うん、止まらないやつもいたんだよさっき。ああいましたね。いたらしいです。じゃあ一番可愛い子ね、頼むわ。若い方がいいかもしれない。でもちろん未婚ね。やばい。お前って言うからあれっすね。お前今俺のことやばいっつった。一緒なんだよ。おめえらが言ってることを聞いて俺らもやべえと思ってるんだよ。お互い同じこと思ってるんすよ。おめえやべえんだよ、おめえらやっぱ。お互いやばいっすよ。おめえらやべえんだもん。お互い頑固なんですよ、多分。まあじゃあ以上かな。はい、ありがとうございます。はい、さよなら。楽しかったです。じゃあ最後ちょっと顔写して。OK です。ピース。世界平和のピース。なんか今日、チーギューしかいないの、本当に。俺、チーギューなの。これはチーギューでしょ、どう考えても。でもマスクつければイケメンじゃない。じゃあありがとうね。いや、無視だ。帽子取ってよ、帽子。帽子取ってくんない？取れました。パチンカ。マーヨフもこんな感じなんだろうな。マーヨフも。やばすぎる。頭おかしい人しかいねえや、今日。